はい、こんにちは、翔太です。ポケットモンスターソードシールドのシングランクマッチやってきます。このコーチ結構気に入ってね、ずっと使ってるんですけども、これね相手のさ、オロンゲ地味に重いんだよな。どうしよっかな。バド投げてもいいけどな。バドはちょっととか割と早めに序盤に投げたいか。で、ああ、でもね、バト投げないんだったらまあ無道だな。無道投げてもいい話はあるね、割と。この試合、無道かもしんないわ。で、裏に、メタモンは置きたいかな。無道メタモン、アット1。まあ、ダイナじゃないかな。そうなると多分ダイナから入る展開になるんだよね。これでいきま。これちょっといびつな選出なんだけど、だ相手視点さ、こっちのバドが割と重めだからメタモン絶対投げてきたいと思うんだけど、あのメタモン投げてくると相手1体選出してないのと同じ状態に、2体選出みたいな感じになっちゃうから、それを狙って貧弱選出選んでるんだけど、ゼルネから来る。ここ僕1体切んないといけないっすね。いや、ただジオコンから入ってくれるんだったらさ、それパクって、で、多分無道で詰ませれるんじゃないかな。メタモンで返して。いや、てか、プラニになってダイマックス切れば、ソルガーラよりは負けないから、早めに毒入れるか。ヒーター。まあ、ヘッドバックケアとかかな。ネクロー。これね、僕マジフレ打ってるとね、弱点保険発動してやばいこと起きるときあるから、それが嫌だったんだけど、これ無道引きで。この無道もね、ちょっと、面白い方を、面白い方っていうか、普通にこの方昔からいるんだけど、まあ、ダイマックスが出てから、あんま使われなくなっちゃったっていうだけなんだけど。リュウマイネクロね、後ろからメタモン出していくこと考えると、ステロは巻いときたいかな。ステロからで。で、プライチだと、崩せないから、6グラー。それ、命中数次第ではまあまあやばいんだけど。ああ、全然大丈夫だね。無道でステロ負けたのめっちゃでかくて、ここ、羽をしたいけどな。吹き飛ばしてもいいんだよな。相手割と引くターンっちゃ引くターンなんだよな。吹き飛ばし全然ありだけどな。吹き飛ばし、ありよりありだけど。ゼルネキャで飛ばすか。直投げで飛んでくると思うんだよね。ゼルネ。それはケアできてて、これゼルネにステロが結局2回入ることになるから。で、ネクロも積むタイプだったから、パクれた時に、多分僕めちゃくちゃアド取れるんだよね、これ。で、できれば3体目を見たい。メタモンか。これちなみに超楽になったね。これね、僕何をしてもいいんすよ。まあ、相手視点挑発安定ではあるんだけど、挑発安定では割とあるんだけど、で、相手のメタも腐ったんだよね、しかも。まあでも、投げてきてると多分スカーフなのかな。バドを意識するんだったらスカーフだよね、選出的にも。同速はさすがにしょうもなすぎるから。で、僕に挑発されること考えると吹き飛ばしてないから、ここマジフレだと思うんですよ。なので、ダイナで。で、ネクロに対してマジフレ入れちゃって、プラリになったらメタモンで返します。と思うんだよな。あー、ステロ巻いてきたか。まあ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 、これは全然あり。で、ステロでこだわるんだったら宇宙一弱いでしょ。身狩りからで。突っ込んでるってことは吹き飛ばしの話割とあるね。で、僕も選出見えたから、あー、これあれじゃん。タスキじゃん、お前。タスキでさ、
バド対策しようとすんだよな。だったらマジフレでここしょればよかった話あるけど、まあこっからマジフレ打つか。ただメタモンこれでまあ消え、ほぼ消えて、僕ダイナがちょっと削れただけになっちゃったんだけど、飛ばされて、ここは無動出てほしいね、さすがに。言ってることは全然違うね。これ困るんだよな。相手こう吹き飛ばし安定でさ。いや、吹き飛ばし吹き飛ばし以外ないよな。僕が居座ってもあまりにもしょうもないから。ダイナがまあまあ削れちゃったんだよな。羽か。ここ羽なんだ。それはメタモン倒させてもらおうかな。で、なんか意外とエアームのパクられたのがまあまあ厄介になったんだけど、まあいいか。もう一回飛ばしに来るかな。飛ばしに来た。オッケー、無動出てくる。挑発からで。ねえ、もう同速にも負けるしさ。相手吹き飛ばしていいんだよな、ここ。だから僕割と無動切っていいから。わらがきします。こう吹き飛ばしなんでね、相手打つ技。また無動の仕事量的には十分なはずで、ね、ここでメタモンが出てくるのだけは本当に違う。まあダイナ引き狙うか。ちなみにここね、ゼレネ投げられると結構まずいんだけど、あ、羽か。さっきもそれで僕にダイナ出し通されてるけどさ、それはいいわけ。無動削れてきちゃったなー。てか上から挑発入れないとそろそろまずくて。てかやばい、メタ、もうエアムドパクられた方がめちゃくちゃきついんだよな。スカーフだから別にいいかと思ってたけどさ、普通にタスキでこれパクられるのめっちゃきつい。きつすぎるよ、マジ。ありえんきつい。ダイナパクられる方が100倍マシなんだよな。挑発ここ上から通るだけで全部変わるんだけど。オッケー、今度はお前が苦労する番だ。オッケー、でかい。まあ、問題はここはね、羽一回押す手もあるけどな。ここ羽でいいかな。ゼルネー、まあ、ゼルネ直投げし積んでくるんだったら、まあそれはそれでいいから、直投げしてくるか。僕のメタモンも結構削れちゃってるのかな。痛いんだよな。ここはまあ無動切りでいいので、もう一回吹き飛ばしで避けんのでかいね。雷採用か。これ多分ナットで止まる方なんだよな。また出てきたお前。もうお前何回出てくんだよマジで。ヒットポイントなんかめちゃくちゃ回復してるしさ。これ PP も回復すんのかな。上から動く狙いなんですけど、オッケー、でかい、マジでかい。はい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 。ゼルネに対してどうするかな。吹き飛ばし読みでしょ。一回跳ね押すわ僕。オッケー、でかい。ここわらがけもらえるの超でかい。ゴツメも入るからね。血なゴツメも入るからね。ここ僕ダイナ出すタイミングにしていいかな。ここダイナ投げで
ネクロ、まあ吹き飛ばしでゼルネが出てきたらいいなっていう考えだと思うんだけど、ただねエステロがやっぱ痛いな、巻き返されちゃったから。ここはまあ無動に戻すかな。ネクロガードどういう方かによるんだけど、だ僕のメタもバレてるから、あの不用意には詰めないはずなんだよね。まあ砂栗なのかなと思うんだけど、ロックブラー、ネクロは毒入んないのがきついね、マジで。ここだよな。羽一回押してもいいけどな、普通に。普通に羽の話は全然ある。まあ挑発でもいいっちゃいいな。いや、ここメタモン投げないよな、さすがに。飛ばします。ゼルネだとちょっと美味しいんだけど。あ、オッケー。技選択の神になってるんで、僕今。ゼルネには帰ってもらって。で、できれば、ネクロがもう一回出てほしいんだけど。メタモンか。ここねどうすんだろうな。僕、ここダイナ引きでいいと思うんだけど。多分、挑発で突っ込みたいはずで。で、僕、マジフレがこれ一貫するから、相手の裏、全部。そのルートでいいかな。挑発でしょ？ OK。さっきまで、てか相手はさ、挑発ミラーで同速勝負頑張るしかないんだよね。これでマジフレがめっちゃ通るようになったから。あと、ダイナが2回ヘドロ食えるんで、ステロ分が帳消しになりますね。引いて、だこれどっちが出てきても結構きつくて、ネクロにもまあ一応抜群で入るっていうのはあるから、回復技があるタイプかどうかを見極めたい。あとは。まあ例によって硬いやつで。弱砲？まあそれはいいっすね、別に。それは全然いいっすね。まあこれそしたら、ネクロで切り返してもらって、メタモンで処理しますか。まあ無動引いとくのがいいかな。あの一回月ピカとかを押してくれたりだったら、ここ無動引きから絡めてを織り交ぜたいんだけど、龍馬いい餌あげてくれんのもね、割と僕にとっては好都合かな。羽からで相手積むんだったら僕頑丈残るから、殴ってくるんだったらまあ羽が正解で。硬いんよな、無動。2回で済んでるのちょっとでかいけど、あとは、次なんだよな。相手視点、まあ、大魔もそんなに切りたくはないと思うんだよね。僕は跳ね連打でいいんだけど。ロックブラー。これただいつかね、すごい命中数が飛んでくる時があるから、こういう時があるから、これが結構まずいんだけど。無理やり吹き飛ばしてもいいっちゃいいが。挑発入れて切るのが正解か。もっと早く挑発でよかったな。ちなみにここのロック耐えると超でかいんだけどな。このロック耐えると超でかいんだけどな。多分耐えなくて。まあただ僕メタモンで切り返すから、あーでもそれだとな、ダイロック、ダイマックスターン考えるとダイナまで捨てた方がいいか。
で僕だけダイマを押して切り返すみたいな感じがいいかな。メタモンは結構削れちゃってるからな。ここ直でメタモン投げると同速対決で負けると結構食らうみたいな問題起きるよね。で逆に相手が硬い、自信とかないやつだった場合のこともちょっと考えとかなきゃいけなくて、いやそれは負けだからダイナ切りでいいな。これね、録画時間を見れるから分かるんですけど、 TOD の危機がちょっと迫ってるんですよね、終盤なので。まあダイナさっさと切るんだけど、割と TOD きつい問題があって、ただまあ僕のメタモン、ちょっと怪しいかな。あー引いてきちゃった。あ、ゼルネなんだ。ステロも砂も入るけどな。これマジフレ、僕こっから連打でダイナで詰めていいかな。 C 下がってるから普通の攻撃はきつくなくて、でこれメタモン引かれると僕きついんだけど、でもあいつヒットポイントなかったよな確か。ステロで死ぬぐらいになってなかったっけ。ジオコン押してくる。まあ、これ C 等倍だからね、言っても。で砂でワンチャン落ちない、それ考えると、一回身代わり張ってからマジフレだったけど、TOD 怖すぎて、マジフレを押してしまった民。落ちるよね、そうだよね。OKOK。で、ダイナ出てくるんだったら、まあお互い打点がないんですが、相手だけ砂ダメを食らうから、まあ込めたもんか。てか再生しきらんなこれ。いやー TOD のヒットポイント勝負か。試合展開別に悪くはなかったんだけどな。砂このターン最後だよね。時間いっぱい使って残り2ターンぐらいかな。こう時間いっぱい使ってマジフレ振った方がいいか。でメタモン削ってマジフレがどんぐらい入るかにもよるんだけど、いやーこれねヒットポイント、でもネクロまあまあ削れてたっしょ。だからメタもヒットポイント少ないんだよな。あのダイナが一番でかいから、ダイナはヒットポイントさえ確保しとけばまあみたいなとこあるんだけど、ギリギリで押します。再生から来る。マジフレを押しておくと将来の問題が少し解決するのですが、いやーこれ砂があればなちょっと違うんだけどな。メタも満タンでもさあんま関係ないよね、よく考えたら。総量なわけだから分母が小さいからあんま役に立たないんだよね。ってことは、いやダイナがでかい分勝ちだと思うけどな。でも僕のメタモンもさ、ヒットポイント割と減った状態で生き残ってるんだよな。割と怪しい気するけどな。ここでも僕再生以外ないよな。それが一番ヒットポイント効率いいから。あ、てか早めに押してこれだったら殴り合える方がいいわ。マジフレ先に入ってるんだから。絶対有利だわ、僕の方が。それは。相手も再生。で、これ僕が下から動いてマジフレ打てるんだったら僕の方がでかいかな。まあ、僕が上から動いて相手再生してたら変わんないけど、お互い殴り合ったら僕の方が有利。まあ、僕、でもお互い一人と満タンだからね、こう、下から動く読みの再生もちょっと寂しい気はするけど。で、このターンを最終ターンにした方がいいから、このターン時間いっぱい使って、さっき2分出たよね。ちょうどいいぐらいだと思うんだけど、ちょっと時間使い切れないかな。
TOD もね、本当はタイマーを使って正確に時間を計ってやるべきなんですけど、タイダなので、してません。時間ギリギリでマジフレを押そうと思います。キャプチャーボードのラグ減ったから、これぐらいでいいっしょ。ヒーターでかっ。なんか深読みしたね。これ、ステロも入るしな。僕めっちゃ美味しいんだけどな。なんならこれさ、ネクロ倒せる話悪くね。次で落ちるよな、これ。僕ここノータイムでマジフレ連打するよ。ネクロ取れるんだから。通る。オッケー。絶対負けない瞬間訪れたわ。最後土壇場で。来たー。まあ、あとこの30秒はね、いや、これさ、相手1対2って勝てないって分かってるからさ、高3押すっしょ。僕たまに、TOD をね、時間こう残り使えばさ、今15秒になるじゃん。この15秒が終わってもなお、弱タイムを使い切らんがために、ダラダラしたりするんですけど、相手に反省する時間を与えたりするんですけど、今週は勝ちなのでしません。OK!GG! お疲れです。